魚の家館長細川正樹、あんたや。噂に名高い名探偵毛利小五郎さんと服部平次君、二人の華麗な推理書を拝見できると思ってきたんだが、どうやら期待した私が間違っていたようだな。言いたいことはそれだけかいな、細川さん。言うとくけどな、もう今までみたいに逃げることはでけへんで。ほう、君たちはあくまでもこの私が犯人というのかね。では聞かせてもらおうか、君たちの推理とやらを。わかっとるわい。今からちゃんと説明したるさかい、耳の穴かっぽじってよー聞いとれよ。ええか、お前が犯人やっちゅう決定的な証拠は次の3点。まず1つ目、魚の家で呼び出し状を加えとったこのピラニアや。犯人はサイコキラーにでも見せかけよう思てわざわざ加えさせたんやろな。このことから考えると、犯人は元々ピラニアを扱い慣れてよう知っている人間や。そうやないとうっかり指を食いちぎられるかもしれんし、それ以前にあんなことこうでようできんわ。それから2つ目、鳥海が残したこのダイイングメッセージや。で、これについてやけどな。鳥海は殺人が起こる順番とともに犯人のヒントを教えようとしたんや。それが三の獣が全ての始まりという残った言い伝えの1節。これは鳥海からすれば犯人を示す大事なメッセージとなるんやな。そしてこの答えは魚。鳥海が言わんとしたことはわかるわな。そして最後、魚の家にあったこの網や。犯人はまずこいつを魚住にかぶせて、それから首を絞めたんやろな。このことから考えると、犯人は あらかじめあの場所に用意することもできる人物となると、魚の家の関係者ちゅうことになるわな。以上の3点を合わせると、犯人は細川さん、あんたしかおらんのや。これでもまだ切れるしらがあるっちゅんやったら教えてほしいもんやの。だからこの私が犯人だというのかね。残念だが、君たちの推理には大きな抜け穴があるぞ。な、何やで？まったくデタラメもいいとこだ。まあ、よく聞きたまえ。大きな顔できるんもそこまでや、細川さん。
きゃ。たった今ご拳銃が盗まれた古墳から検出された指紋とあんたの指紋とが一致したっちゅう鑑識からの報告が入った。よってあんたは盗賊団の一人。早速話を聞かせてもらいましょうか。さあおとなしゅう来るんや。もう少しだったのに。けどなんやすっきりせん終わり方やな。なあ工藤、俺の推理間違ってへんよな。ああそうだなと言いたいところだが、なんか引っかかってるような気がするぜ。まあ細川は犯行を自白したから問題ないと思うがな。せやな。まあ細かいこと気にしてもしゃあないか。ここは一つ気取り直して、もう一回国家巡りのやり直しや。まだやるんか。当たり前や、まだまだ行ってないとこ行さんあるんやで。さあまたあの変な女が今うちに。ちょっと誰が変な女だっつーのよ。うわっ、で、出よった。もう何よ平次さんまで。話は全部聞いたわよ。行きましょ、異国間巡り。今度は全員でね。え？だってみんなと回ってたらまた事件が起きそうじゃない？ちょっとあんたな。やれやれ、今日はもうコリゴリや。おお、帰りが飛行機とはこらまた豪勢やな。ベル、事件のせいですっかり遅くなったからだよ。ほなまたな、ランちゃん。うん、今日はありがとう。服部君大丈夫？ほんまにかすり傷や、大したことあらへんで。ふん、最初からこの名探偵毛利小五郎に任せておけばよかったのによ。おいおい、おっちゃんはずっと寝てただけだろ。まあ、なんかあったら私がちゃんと面倒見るさかい、安心して。そういや、あの姉ちゃんどこ行ったんやろな。さあ、駅までは一緒だったからそのまま電車で帰ったんじゃない？なんや平次、やっぱりあの女のこと気にしとったんかいな。アホ、そんなんちゃわい。いや、信用できへん。いったー、何すんな。傷口開いてへんか思ってちょっと調べてあげたんや。 お前な、ええ加減にせよ。平次こそなんやねん、綺麗な女見たらすぐにデレデレして。アホ、俺がいつ女見てデレデレしてんや。懲りねえやつらだぜ、ったく。ちょっと、このナオミちゃんを置いてみんなどこに行っちゃったわけ？もう最低！セーブする？ちょっと待ってね。セーブするわね。終わったわよ。これが今回の探偵度や。よっしゃ、やったで。名探偵コナン、三人の名推理。やあ、俺は江戸川コナン。ある日、毛利のおっちゃんのところに舞い込んだ。頑張っていこうね。どのストーリーがいい？